小笠原村営バス、小笠原村営バスは東京都小笠原村が運行する自治体バスである。村民の島内の移動手段の確保、地域福祉の増進、来島者の島内の移動手段を確保することを目的として運行を行っている。小笠原村内唯一の公共交通機関として村役場のある父島内で運行している。父島にはタクシーはあるが、 もう一つの友人島である母島にはバス運行、タクシーともなく優勝運送事業者があるのみである。車両は小笠原村が3台保有しており、運行事業者として父島タクシーへの運行委託で運営されている。2000年12月27日から運行開始した。路線は大木浦線と大村、奥村巡環線の2つの系統があり、 扇浦線は、七島の集落地区と集落街を結ぶ往復路線として、循環線は集落地区を回る循環路線として運行している。循環線は、海沿いから回るブルーラインと内陸部から回るオレンジラインの2系統の集会に分けられる。運行本数は、平日の場合、扇浦線は7時から18時まで、おおむね1時間に1便の間隔で運行している。 循環線は、ブルーラインが1日3便、オレンジラインが1日2便を運行している。バスの運用上、循環線、ブルーライン、大木浦線、循環線、オレンジラインというコースで順次運行している。休日は、8時から18時までの運行で、平日より運行本数が少なくなる。また、年末年始等の観光客が多くなる時期には、 臨時便が増便されることがある。バス車体はブルーチに黄色を基調とするカラフルなデザインで、クジライルカカメアホードリ等の小笠原の名物がプリントされたラッピングバスである。運用3台のうち2台が車椅子用のリフトを搭載しており、車椅子のまま乗車可能である。運転手や事務員の制服はアロハシャツである。平日で10往復、休日で8往復運転されている。 起点は、村役場前で、小湊海岸で折り返し、往路の逆順路で往復している。清瀬交差点から、小湊海岸までの区間は停留所以外でも、乗り降り自由となっている。線路線が通る二見湾は、夕焼けが美しいことでも知られ、村の観光スポットとして、夕方の便については、サンセット橋と呼び、サンセットスポットの案内を出して、観光客向け PR を実施している。 平日は3便、休日は1便のみの運行となっている。起点は村役場前で集落地区を海沿いから巡回していく。清瀬交差点から西町までの区間は停留所以外でも乗り降り自由となっている。平日は2便、休日は1便のみの運行となっている。起点は村役場前で集落地区を内陸部から巡回していく。 西町から清瀬交差点までの区間は、停留所以外でも乗り降り自由となっている。日の自動車製の小型車を使用している。日の d s セは保有している3台のうち2台は、車椅子用リフトを装備しており、定員は36名。装備していない1台は、定員38名である。ノンステップバスの日のポンチョも導入されている。 2007年の統計で年間輸送人員は27,689名であった。収益額は年間370万円。運行経費は1,912万円で赤字差額1,542万円は小笠原村が負担している。a b c d e f g h i 村へ n e 小笠原村公式サイト ABCD 多摩地域における コミュニティバス及び路線バス支援策に関する実態調査報告書遠隔小笠原村公式サイト ABCDE バス時刻表信頼や平成28年9月改定 ABC 路線図村営バスで行く父島のサンセットスポットありがとうございます